あ、テステステス。ああああ。燃えろ、ほえろ、ストロンガー。1話目。1999年3月10日発行、紙のブレス15号、タイガーマスクさんですね。4代目タイガーマスクさんのインタビューを振り返っていきたいと思います。はい。よろしくお願いします。えー、ラジオ感覚でお聞きください。はい。あの、田村さんは、4代目、はい、タイガーマスクさんはご存知なんですか、うんうん、いや、知らないです、ね。あ、そうですか。お会いしたこともない。 誰ですかねすこれ、ちょっといいんですかねダメですよね令和の今このようになっても。ダメですね。<laughs> <laughs> なるほど。その辺はやっぱり守るわけですね。うん、<laughs> あのね。ダメですねって言いながら、なんで聞くんですか誰ですかって。 なんとなくこう噂されてるのかなっていうシューティングにいた方でイニシャルでいうと Y さん Y 選手道のくプロレス所属なんですだから初代佐山さん2代目三沢さん、うん、3代目金本浩二4代目、えー、この Y さんということですね で当時、たぶん、みちのくプロレスに、ねうん、所属していたと思うんですけれども。あ当時って、この1999年、はい、年この0 4四日ですね。ただ、佐山さんと実婚の中なので、<laughs> UFO, UFO サイドでセコンドに着いたという経緯があります。なるほど、はいでこの 1.4次編の特集を組んでるわけですけれども、うん、最初小川直哉さんのインタビュー佐山悟さんのインタビュー、はい、そして、えー、3人目として4代目タイガーマスクはい第3弾ですね、はいはい、タイトルが物騒なんですよ、はい、やるかやられるか、うん、だったら俺はやりますよでやるかの「いやが」が殺すの感じになってるすあのー、ちょっとそのワードをあまり あ、YouTube 的にダメなんですかそうそうそう。なるほど、なるほど。これ、漢字はじゃあ読み上げたらダメっていうことですかうん、大丈夫だと思うんです。まあ、極力。あなるほどです。はい、失礼いたしました。やるかやられるか。はい。だったら俺はやりますよ。で、このやるというところが漢字で、はい。こ、ううんんうん。になってるわけですよ。はいはい。怖いですね。怖いですね。え、この四代目はご存知ですか 私も深くはあのお話ししたことはない、私もじゃない、あの、プ黒編集長は深くはお話ししたことはないと思うんですけれども。<laughs> はいはい、あの、うん、ええー、佐山さんがトップで,、はい、で、弟子の方って、今、タイマーをしました、はい、弟子の方って、割と温厚な方が多いのかなっていう。うん 温厚そうですか多いのかなっていう意味です、高、うん、さんは温厚じゃないとおっしゃれて、そういうことで温、ね、厚です温厚ですでも切れたら怖いじゃないですか、はい、その先輩の世代先輩後輩って代々こううん,うん、うん、入れ替わるというか優しい先輩怖い先輩優しい先輩なるほど怖い先輩隠生エデみたいな感じでなるほど。 どんな方なのかな、まあインタビュー読めばわかりますかね、でも、そうですね、えーとまあ、これは1.4次編に特化したインタビューでしょうから、うんうん、そのタイガー・マスクさんの人となりというのが、振り出てるのかどうか、ちょっと読んでみないとわからない部分ありますけれども、シューティングの選手って、意外とこうプロレスやってたりもするんですよね、うん、マスクかぶってやってたりとか、初代ウェルター級王者の、えー、と渡辺雄一選手というのも、 仮面,し仮,面し仮面シュータースーパーライダーっていうマスクマンになったりあいつごろですかその、えー、世代でいつごろの時代ですか、えー、ちょうどこの時代ぐらいじゃないですか<ー>もうちょっと前かなホッパーキングっていう名前で、はいえー、PWC 高野賢治さんの団体に 上がったりとかうん、うん、でその後、仮面シュータースーパーライダーというのは聖剣道の頃かな、うん、になったりとか、えー、もう本当にこれはあのバリバリのシュートのチャンピオンだった方なんですけども、うんまあ、マスクマンになったりとかでこの4代目タイガー・マスク選手もシューティングからマスクマンになってプロレスをやっていたりとかいいです、ね、でシュートボクシングの平さんも一時期プロレスをやってたりもしましたから。うん タイラさんやってましたっけやっっけやててままししした。たた道のプロレスに上がりああ本当ですか、はい、だから知る人ぞ知るのこ部分になってしまうかもしれないですけど意外とこう接点があったりもするんですよねでその渡辺雄一さんも、はいえー、息子さんにシュートっていう名前をつけるぐらいは<ー>シュート信奉者の方で信奉者っていう言い方は語弊ありますけれども、はいあのー、その渡辺さんもこの Y さんも、うん、やはり狭山 一派というか、うんうん、もう狭山さんのもで育った方たちなので、狭山イズムを持ってる方たちだと思います。うん、で、その選手がこの大乱闘の時にもいて、タイガーマスクのマスクを剥がされて、うん、とんでもない事態にあったという、うんうん、ことですね。うんうん、で、その後のインタビューになります。はい、ちょっとリードから読みますね。はい。<laughs> シューティング出身の4代目タイガーマスクにとって、レギュラー参戦している UFO は、決して他人の庭ではない。あ、この当時 UFO に参戦してたんですね。すね道のくプロレスに所属しながら。はい、道のくプロレスに所属してはいるものの、佐山 UFO 代表とは切っても切れない、鉄の鎖のような指定関係を持っているからだ。だから4代目は佐山のために鉄砲玉にも盾にもなる。1.4、うん。 あの世紀の大乱闘から生還したタイガーにあそこで何があったのかそして何をしたのか詳しく語ってもらったタイガーの命知らずな特攻精神と潰しにかかった時の親日軍団の恐ろしさが伝わってくる、うん、修羅場をくぐり抜けた生還者の、えー、貴重な証言に耳を貸せる凄惨、うんえー、なる修羅場からの生還者4代目タイガーマスク、うん、ということで、えー、聞き手は酒井信さんですねうん、うん、もう早速行っちゃっていいですか、はいはい えー、早速行っちゃっていいですかと言いながら準備が全くできてないというですね。えー、っと、22個目の 2> 2ページからですね、はい、<laughs> こんな感じのイメージ、ありました、はい、ありました、えー聞きて。最初に聞きたいんですけど、もしタイガーさんが今回の橋本選手の立場だったら、どういう対処をしてたと思いますかタイガーさん これは前から言い続けてることですけどセメントだから特別だプロレスとは違うとか言うのはおかしいんですよ、うん、プロレスは真剣にやってるもんですからへ<ー>試合になればそれぐらいの気持ちを持っておかなきゃ持ってなきゃおかしいんだから、うん、ちゃんと技術を持ってればどんな事態にも対応できるんじゃないですか前後のインタビューでタイガーさんが言ってたプロレスラーっていうのはファイターなんですよという部分ですねと聞き手が言うと、うんうん タイガーさんがそういざという時にナイフを見せるというのはこういうことですよ、うん、だからレスラーは口だけじゃだめなんですって、うん、体で示さなきゃいくらプロレスのチャンピオンとか言ったって相手がナイフを抜いてきた時に対応するのがプロの力量なんですから、うんうん、橋本さんは悪い人じゃないんですけどね、うん、でもこれは俺がいくらいい人だって言ったところで、うん、小川さんと橋本さんの問題ですから、うん、誰かがああいう試合はお客さんの前で見せるもんじゃないって言ってましたけど いざ仕掛けられたら自分がやるかやられるかだけの問題ですよ。んそんなの俺だったらやりますよ。<laughs> なるほど。はい、<laughs> これ難しいなこの四代目タイガー選手の言ってることは、はい、すごく僕も賛同できるプ、うん、ロレスラーの心持ちとしてはい、はい。はい。はい、だけど、ちょっと、いろいろ本当、橋本、 小川と小川戦は、もういろんなンン混ざっちゃってて、うんうん、その、プロレス、プロレスっていうか、小川橋本で、小川橋本さんのカードを組まれて、やっぱりワクワクする人もいるわけですよ。はい、で、今までの流れが、新日本プロレスの流れがあって、その橋本さんが、 チャンピオンになってた時期だったり、はい、そのお客さんが盛り上がるところも、うんえー、その試合の流れ、試合の展開っていうのも、新日本プロレス内ではもう出来上がってるわけですね。うん、だから新日本プロレスはこういうスタイルだと。で、まあ、リングスはこういうスタイルだと。うん、だから小川さんがリングスに来てあ、あの対応だったら納得はできるんですけど、新日本プロレスはプロレスのこう流儀じゃないんですけど、うん、流れがあるじゃないですか。はい その中で、まあ、いきなり、こう、まあ、オセロをひっくり返すじゃないですけど、いきなり白から黒にするのは、ちょっとどうかなっていうふうに、僕は思いますね。だから、小川さん,うん、ちょっとここも、小川橋本戦ですけど、まあ、小川さんが、多少ちょっと、うん、リードをしてても、 いいのかなっていう、うんうん、その試合を作るっていう。敵にということですね。うん、試合を作るってう意味で。うんうん、だから、それはね、橋本さんもいきなり、こう、予告もなしっていうふうに表現しますけど、予告もなしに、いやそういう行動を取られちゃうと、うん、やっぱりうーん、どうかなって思いますね。純粋に、そのお客さんが、ワクワクしてプロレスを見に来てると。 その中で、やっぱ何か爆発するもの、お客さんの感動だったり、うんはい、何かを持って帰ってもらわないといけないんで、このタイガーさんの 4, 4代目タイガーマスクの言ってることは理解はできますけど、うん、ちょっとそこでなんかいろいろぐちゃぐちゃになってますね。なるほど。はい、じゃあもう少し進めましょうか、はい <laughs> えー。ちょっと巻き戻してタイガーさんが、いざ仕掛けられたら自分がやるかやられるかだけの問題ですよ。うん、そんなの俺だったらやりますよ。うん というと、聞き手が、それは正しい姿勢ですよ、と相の手を入れまして、タイガーマスクさんが、お客さんの前では、なんて言ってたら、自分が怪我するだけですよ。聞き手が、そういうリスクのでかい試合をできるスピリットを称して、猪木イノキズムだったという意見がありますけど、レスラーだったらいざっていう時の心構えは持ってないとダメですよね、と言いました。タイガーマスクさんが、 レスラーだったら強くなきゃいけない、いざとなったらナイフを出さなきゃいけない、うん、そういう戦いができてこそ、そしてプロレスができてこそっていうのが猪木イズムじゃないんですかこれはや山先生からお前は絶対に猪木イズムを持ってるって言われてますから。<ー>で聞き手がタイガーさんは猪木さんがナイフを抜いたキラーな試合が見ていますかと聞くと4代目うん、うん、タイガーマスクさんが、うん、昨日、対ミスター X 戦と対レフトフックデイトン戦が 一緒に入ってるビデオを借りたんですよ。うん、あれはどうしても見たくて。あ借りたんですね。うん、かわいらしいですね。レン,ンタルビデオ屋的なっ、ね。<laughs> この当時はそうなんですよね。<れ>はい、で聞き手が特にデイトン戦はすごいですよね。うん、ところどころ切れてる猪木さんが出てきて。うん、で、タイガーさんがそう、あれは面白い。UFO っぽいし。うん、俺はそういう試合のビデオを見て研究してますから。うん、俺は佐、えー、山先生とマーク・コステルの試合のビデオも持ってますし。うん、で聞き手が裏ビデオじゃないですか。 ただ、プロの試合の中に戦いを見つけ出すという意味では非常に重要な映像ですね。といと、タイガーさんが、そう、そういうふうにプロレスラーも研究しなきゃダメなんじゃないかな。この辺までは何か引っかかるところありますかいや、大丈夫ですかあの、ええ、俺は、どうしましたいや、なんか、二人とも今日、咳き込み気味だなと思って、お聞き苦しくて大変申し訳ないんですけど、俺は佐山先生から、お前は、猪木、絶対に猪木はい いずもを持っていると言われます。うん、だから、まあ、さ山佐山さんから、やっぱり、はいお大、大丈夫ですか <laughs> お聞き苦しくて大変申し訳ありません。天竜さんっぽい。はい。っていう返事だったんですけど。<laughs> カツンと入っちゃったんだよね <laughs>。<laughs> <laughs> カツンと入っちゃったんだよ <laughs>。だから、それが、はい、佐山さんが、まあ、認めてる。はい。まあ、多分、 4代目やれっていう、こう、ご指名があったのかなと思うんで、まあそう、技術的にもそのプロレスラーとしての素質も持ってらっしゃる選手なのかなっていうイメージですね。うん、そうですよね。はい。はい。だから、佐山さんも、はい、あの、勝ってる選手だったうん、うん、ところですよね。はい。 ましてこう、格闘技の選手としてだけではなく、うんまあ、プロレスもできるというふうに踏んだんでしょうから、うんうん。でもこれ、猪木イズムというのは一口に言っても、うん、まあ後々選手だけではなくて、うん、関係者や、えー、ファンの声っていうのもこの1.4には続々寄せられてくるので、うんえー イズムといいう定義も難しんですよねプロレスとは何かっていうことと同時に猪木イズムって簡単に言ってもじゃあ猪木イズムって何なんだろうっていうところも結構語る人によって変わってきたりもするので聞き手が「最近のプロレス界は以前に比べるとプロレスのプロの部分ばかりが前面に出てますよね」というとタイガーさんが「 確かにお客さんあっての仕事だから仕方ないのかもしれないけど、小川対橋本線のような雰囲気はプロレス界全体に必要じゃないですか で聞き手が1.4は最初からああいう試合になりそうな予感はあったんですかと聞くと、うん、タイガーさんが当日に東京ドームに行ったらもういつもと雰囲気が違いましたね、うん、先生が言うんですよ、うん、今日の試合はすごいと思うよって、うん、こちらに新日のセコンドが手を出してくるかもしれないから、うん、その時には村上とお前で止めてくれ、うん、あとは入場の時に奇襲をかけてくるやつが出てくるかもしれないから、うん、とにかく王ちゃん 小川直也を守ってくれ、うん、とも言われましたう,んもうえー、東京ドーム会場入りした時点で、うん、いつもの大会あるいはいつもの試合と雰囲気が違ってたという証言ですね。うんうん、で聞き手がそれで UFO 軍団は入場から物々しい雰囲気で臨戦態勢だったんですねというと、うん、タイガーさんが。 UFO で何試合か小川さんの試合を見てますけどあんなに緊張した顔を見るのは初めてでした、うん、結構そわそわして落ち着きがなくて、うん、で聞き手がタイガーさんは試合前から心の準備はできてたんですか、うん、聞くとタイガーさんが、えー、その日の俺は心が完全に UFO になってましたから小川、うん、さんが何をやろうとも先生に言われたように守ればいいだけだと思ってました、うん、それに先生も燃えてましたから、うん、俺もいざとなったら王ちゃんに加勢するからねって。うんで 俺は拳にテーピングしてましたし、俺もいざとなったら王者に加勢するというのは佐山さんがい、ね、ということですね。で、テーピングに俺もテーピング、拳に巻いてたというのは4代目ですね。で,すねはい、で、聞きが完全に拳での殴り合いを想定してたんですね <coughs> 聞くとタイガーさんがしてましたよ。うん、若いやつが出てきたらまずお前が行けって言われてたんですから、うんうん、佐々木健介さんとか上のクラスの選手が来たら俺が行く で聞き手が「そんな役割分担まで完璧にできてたんですね」うん、の手を入れると、うん、タイガーさんが「そう決まってましたよ」うんうん、で聞き手が「なんでゴルドーはセコンドについたんですか?」と聞くと、うん、タイガーさんが「本当はゴルドーはドームに観戦に来ただけだったんですよ」<laughs> そうなんだ <laughs> でもああいう対抗戦だったからこれから小川さんに「 ゴルドーもセコンドに連れてった方がいいんじゃないんですかって言ったんですよ。仕掛け人ですね。<laughs> <laughs> うん、やっぱり年末に試合したばっかりだったから、お互い腹に一物を持ってましたけどね。うん、でも先生がうまく間を取り持って、お互い今日だけは一緒にやろうということで手を組んだんですよ。うん、年末、1998年12月30日の大阪城ホールの UFO の大会で、うん、小川ゴルドー戦が行われたっていうことなんでしょうね。 ちょっとパッと思い出せないんですけど聞き手がゴルドーは入場から、うん、あのちなみにいですけど、はい、もうこちらの時計では17分、はい、じゃあこの辺にしましょうかこの辺まででどっかか切,切りいいですかこのあとねゴルドーの話になって、うんえー、聞き手ゴルドーは入場からめちゃくちゃおっかない顔をしてましたね、うんえー、タイガーさん入場の時から切れてましたからね 近づいたら殴聞き手がで試合が不可解な終わり方をする直前に乱闘が始まりましたね、うん、ゴルドーが真っ先に殴り始めてました、うんえー、タイガーさん <laughs>、えー、きっとゴルドー本人は訳分かってないですよここからちょっと乱闘の話に具体的に入っていくるのでなるほどこの辺まででいいと思いますけどもはあじゃあもうこの4代目のタイガー選手の話を聞 やっぱりもう試合前からなんとなく雰囲気的にただことではないプロレスが行われるんじゃないかという雰囲気はあったというでそれイコール <laughs>、うん、まあもっともっと元を正せば佐山さん猪木さん猪木さん新日本プロレス陣営、はい、陣営から、まあ、何日か間を通って橋本さんに。うん まあ、いろいろこう伝言ゲーム的な感じでそれがシーンが伝わったり伝わなかったりここは違うあそこは違うで、うん、いろんな情報が飛び交う中での、うん、この試合を迎えたっていうふうに、ね。お互いの入場を迎えていく。うん UFO サイドはまあ物々しいゴルドーはいる、4代目大イマスクはいる、村上和也はいる、うんうん、でもちろん佐山さんはいると、うん、いう状況の中で、うん、で小川尚也もいつもとは違う緊張した面持ちで入場してきて、橋本さんの、えー、爆笑宣言を遮って、橋本死ぬ気があるなら上がってこいと、うん、マイクをやったと、もうその時点で橋本さんもなんかただことではないんだろうなというのは。 また改めて感じてるとは思いますけどね。うんでもちろん、新日本側にも、うん、向こうがこういうつもりで来てるらしいぞとか、うんえー、伝文伝言も含めていろいろ伝わってるでしょうし、うんえー、それ以前にも戦前から UFO ルール、うん、あるいはお互いのプライドがルールだというルールでやろうと、はい、で橋本選手側はじゃ新日本の異種格闘技戦ルールでやろうと主張したりとかお互いの主張が かみ合わずに、絶戦になってっ,たってていたう経緯があるこれちょっと橋本さんの、まあ、一言でいうと、橋本選手もね、よくリングに上がりましたね、上がったなっていう気がすんです、ねうんうん、あの逆に、はい、いや、それだったら俺出ないよっていうふうに言ってもいいと思うんですよ。 試合を不成立させてしまうと、うん、やっぱり新日本のメインエベーターである橋本選手のき気持ちっていうか俺はもうメインエベーターなんだっていう気持ちがその試合を不成立っていうところに気持ちをと止める、うん、だからそういう複雑な状況でも お客さんのためにやんなきゃなっていうところもあったのかもしれませんね。うん、そうで,すねですから、うん、まあよく言われることとして、まあ、プロレスラーというのは親の死に目にも,に目にも会えない職業だと。うん、いわゆる試合が組まれていれば何があってもリングに上がらなければならない、うん、まあこれはもう昔の力道山の時代からずっと言われていることですけれどもたとえ試合がどう転んだとしても、うん、リングには上がらなきゃいけない。うん っていうのも猪木さんの教えの一つでもあるでしょうし橋本さんはそういう意味でやっぱり猪木イズムを持ってる選手とも言えるわけですよね。そこで猪木イズムと全く関係のない選手であれば確かに試合ボイコットとか敵前逃亡とかっていうことも可能性としてはなくはないわけでもボイコットしてもよかったと思いますね。 音動き橋本さんの音ごきとして、うん、そうはしなかったのかなっていうところが、うん、僕は橋本さんがなんかそういうちょっとし奥の僕の勝手な憶測ですけど、うん、なんでニヤとんでいやいや田村さんはボイコットするんですか <laughs> あの…いやそ <laughs> ボイコットはしないと思いますけど。<laughs> しないです、ね、<laughs> いですけど。<laughs> <laughs> するように見えますけど、うん、イメージとしてはね。うん、田村さんとはも簡単にボイコットするような、うん、もうキャンセル。 一言。あるいはもう電話に出ないとか。連絡が取れなくなるとか。や、てください。イメージですよ、僕の。個人的なイメージですけど。あの、そんなこと言うんだったら、そちらが、ちょっと話が違うところに流れてる。そちらだって電話出ないですよ。電話出ない。そういうがあるい。うがいと思うんですけれども、ボイコットしないと思います、田村さん。いやいやだから、僕のことはいいんですけど、その、なんだろうなだこの、このと、 時代の新日本プロレスで、えー、お客さんが求めてるスタイルっていうのがあると思うんです、はい、ああ、これ面白い話だな。あそうですか。ええー。もう終わりましょうか。<laughs> いやいや、終わらないですよ。うん、だからお客さんが求めてる試合があると思うんです。はい、で、橋本さんはやっぱ小川選手とそういうお客さんが求めてる試合を望んでると思うんです。はいはいはい。はいはい、あの、橋本さんプロレスラー。 プロフェッショナルな考えだけ小川橋本なりの名勝負数え歌をやっていくという意味合いでですね。でも対小川さんは、やっぱりそういう、うんうん、新日本プロレスのスタイルっていうのを、まあ、理解してるか理解してないかは分かりませんけど、うんえー、まあ、猪木佐山さんの、何、うん、だろうな、うん、まあ、どういう言い,、うん、言い方をされたかは分かりませんけど、うんはいはい やっぱり橋本さんと小川さんの試合に向けての対するこう温度差ってすごくあったと思うので、うんはいはい、だから,だからそうい言い方は悪いですけど、うん、この日の橋本さんは、うん、橋本選手は、うんえー、どっかで、うんあのー、甘えてる部分はあったと思う、ねはいます。 どこの部分ですかもちろん猪木イ,イズムと長州イズムのせめぎ合いっていうね、うん、水面下での闘争はあると思うんですけれどもそんなにひどいことにはならないだろうなるほど甘えてるという言い方はちょっと語弊があるかもしれませんがああああそこまでじゃないだろう、まあ、自分が想像してる許容範囲内で試合が収まるもんだと思って、はい、でそれが試合後の「小川目とんどるやん」 っていう発言につながったり、うん、アントニー・ウィノキ絶対に許さないぞっていう発言につながったりしてくるわけですよね。だから多少の枠から外れる部分はあったとしても、うん、試合としては成立するだろうという意識はあったかもしれないです。うんうんね、で、これ、橋本さんはまあこの数年前に長州さんと、うん、えっと、確か、数年前かな、後かな。 ちょっと記憶が混濁してますけど、はい、長州橋本戦というのが東京ドームで行われたときがあってうん、うんで、ドラゴンストップがかかったときがあって、あれは殺し合いじゃないんだって、あれもプロレスの範疇の試合じゃないで、すか。す <laughs> だからその、決して不穏試合でもないでしょうし、ぎ、はい、こちない試合ではあったんですけれども、うん、プロレスの範疇の中で収まってる試合。うんうん、で、それを、えー、藤並さんが、 これは殺し合いじゃないんだと、ドラゴンストップをかけたので話題になったんですけど,ど。<laughs> ドラゴンストップが話題になった。ドラゴンストップが大きな話題になったんですが、これちょっとこの1.4の小川橋本戦の前だったか後だったか、記憶が混濁してるんですが、えっと、要は橋本さんは、それぐらいの範囲の中での、ドライブ感だったんじゃないかなという。でも、いざ試合やってみると、 やっぱり小川さんの打撃も含めて、いいのが入っちゃった、一発いいのが入っちゃったからみたいな試合をコメントしてましたけれども、ちょっと違うぞっていうのは場面はいくつもあったわけですよね。その温度差は確かにあったと思います。どこまで行っても猪木さんはやっぱり自分の師匠だし、小川とももう2試合やってるし。 試合直前までルールで揉めてたとはいえこんなようなとびきりの不穏試合になるようなことは想定してなかったんじゃないかな,、うんうんうん、なるほあでもそういうその意見を聞くとあなるほどっていうところはありますね、うん、でも猪木さんたちは逆に言うと橋本さんだから仕掛けられたっていうところがあると。 これが相手が武藤さんだったり、うん、長野さんだったらこういう展開になってないと思う、うん、元からですけど橋本さんがだから猪木イノキズムに踏み込むのか踏み込まないのか、うんうん、ちょうどこうど境にいる選手なので <laughs> だそこもまあお客さんも含めて見る側もやる側も、うん、えまあ橋本川さんやる側もそこの レッドゾーンを超えるか超えないかっていうのは、うん、やっぱそこの選手のものさじ加,、えー、加減一つなのでそうでですねで。猪木さんは戦前から橋本も UFO に来りゃいいんだって言ってたわけですよ。うん、今の新日本に残っててもお前の持ち味を発揮されないよっていうことを言ってたわけで。 橋本さんも、その坂口聴収体制の新日本の中で、うん、やっぱり孤立はしてませんけれども、うんうん、なんか違和感を感じている部分もあったんでしょうし。まあ、でもね、ここはね、やっぱもう、どっちかはっきりしてほしかったですね。試合前から。あ、不穏試合になるんだったら、不穏試合だと言ってくれと。そう,そうそうそう。言いませんよ、そんなの誰も。<laughs> いやいや、僕、毎回、毎回っていうか何回か言ってますけど、<laughs> うん、不穏だったら不穏でもう教,教えてくれなれだから教えてくれません。<laughs> それは不穏にならないですから <laughs> でないと、いや、それはお客さんに失礼だと思うんですよ。はいはい。はい、いや、田村さんのおっしゃりたいことはよくわかります。うん,うん。ちょっとまあ、僕のことあんまりよくご存じない方も聞いてらっしゃると思う。はい、僕も一回そのゲイリー・オブライトっていう選手に、はい、まあ試合を組んで、もうん、まあいきなり 僕は普通に試合をやろうと思ったら、いきなり仕掛けられてきたんですよ。あの、か、毎週。聞いてる方は皆さんご存知だと思いますけど。いや、知らない人もいるんじゃないですかね。そんなことないと思います。うん。だけど、そうですかね。だけどこれ、タムちゃんのチャンネルでしょタムちゃんのチャンネルですから。いや、この1.40になると、ちょっともしかしたら、うん。聞かれてるかもしれない。だから、その時に僕は、あ、これ、お客さんのために試合をセールさせなきゃいけないっていう制限もあったんですよ。はい。 ゲーリーがもう、えー、もう試合を壊してやる的な感じで来てるんで、でも僕は冷静に、いや、これはお客さんの前で見せるような試合じゃないから、うんうん、ゲーリーがそういう仕掛けてきたとしても、うん、僕の中ではどっかお客さんのことは考えてたんです。たぶ、うん多分冷静に、冷静っていうか、まあ、ちょっとあ、あのーその、そういう気持ちで試合は組んでいきましたけど、はい、でもゲーリーがそれだったら、いや、もう、 先に教えてくれと。<laughs> だから教えないですよ、それと思 <laughs> いますけど。<laughs> それ教えないと思います。教えてくれたらこっちももういきなりエンジンか,こうかけられるからっての。はい、アクセル踏むからってんですけど。うん、だから。それ,それ高田さんも思うと思いますよ。うん、そんなこと言うんだったらもう先に教えといてくれ何の試合ですか 高田さん、僕と真剣勝負してくださいっていうマイクだって、先に教えてくれそれはまたちょっとまたずれてるじゃないですか。ずれてますかうん。試合ですから。対しですから。試合ですよ、あれも。だから、わかりました。そこはもういいです。えっと、橋本さんと小川さんも、橋本さんの心境の中で、まあ、さっきおっしゃった甘えてるっていうところも。それちょっと言い方が悪いんですけど。そうですね。甘えてるというか、その、まあ、流れはこうだろうなってご自分の中で想像はしていたんだと思います。でも、 それは、新日本プロレスの試合スタイルじゃないですか。小川さんが僕的には踏み外してると思うので、だから、小川さんのやり方はさっきも出ます。リングスに来たら通用あの、通用、まあ、選手納得しますよ。でも、新日本プロレスで、その、対お客さんに対しては、そこは踏み外しちゃいけないかなっていうのが、僕、ちょっと個人的に。そこが大きな謎かけというか、仕掛けなんでしょうね。猪木さん、そしなるほど。 今の新日本で本当にいいんですか、ね、という大きな仕かり大半の新日本プロレスのファンにとってみれば、うん、大きなお世話ですよ。はい、そうですね。本当に。<laughs> うん、この当時の新日本のファンにとってみれば。うん、で、その新日本のファンに向かって、新日本プロレスのファンの皆様、目を覚ましてくださいって言っちゃったわけですから。なるほどね。でもこう、小川さんばっかり否定しますけど、うん、その時代の流れ。はい。 時代の流れだと、小川さんのあ、その時代の流れというのは、そのプロレスから、そういう格闘プロレスになって、総合格闘技に、こう、時代が移っていく時代だったので、その、あ今、田村さんはそういうふうにおっしゃいましたけど、うん、新日本プロレスは決して総合格闘技、プロレスから格闘技、総合格闘技の流れっていうのは、ないわけですよね,ですね。はい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 。UWF はそうだったと思いますけれども、はいはいあ、そうだった部分もあると思うんですけど、はいはいはい だその部分で言うと、小川さんが仕掛けたことは、うんあの、もう時代だから正解なのかなと。うん、時代の大きなうねりの中では、うんうん、時代が時代だけに大きなターニングポイントにはなり得た、はい、ということですね。はい、これ、四代目平さんが言ってるように、うんえー レスラーだったら強くなきゃいけない、いざとなったらナイフを出さなきゃいけない、そういう戦いができてこそ、そしてプロレスができてこそっていうのがイノキズムじゃないんですかって言ってるんですけども、まさしくその通りで、格闘家がプロレスをやったときに、もし仕掛けられたら、対処できると思うんですね、そういう練習をやっている。ただ、ここが本当に奥深いところで、そしてプロレスができたらと、このプロレスのレベルも問題なわけじゃないですか。 プロレスのレベルプラス何かあったときに対処できるナイフを持ってなきゃいけない。この2つのレベルがせめぎ合いながら大きくドーンと構えられてないといけないわけです。だから猪木さんレベルの試合ができて初めて猪木ズムなわけですよ。猪木さんとかタイガーマスクの試合ができてるなる。ほどねはい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 だから僕俺はあの練習やってるから対処できるよってちょくちょくあの言う選手もいるんですけど。 新日本プロレスの選手で、あ日本に限いらずではい、じゃああなたのプロレスの試合はどうなんですかっていうなきかけもあるわけですよね。なるほど、田村さんの言ってることはすごくしっくりきます、田村さんが試合で見せてきたものと、その対処できるというものは、本当に田村さんしか持ってないようなものなので。あのね、そうですね。 なんかでも僕、今ね、橋本派なんですよね。うん、いや、わかります。はい、橋本さん、だからもう清少年になっちゃってるんで、うん、だからまあ、要は新日本プロレスファンなんですよ。ああ、いいじゃないですか。もう、うん、じゃあその、その調子で言、ね、うと、うん。この時で言うと。はい、だから、この当時 ?1999 年ってことです。ごめんなさい、えっ、ー、とね、プロレスファン、まあ、プロレスファン、ごめんなさい、今のは撤回します。はい、だから 小川、小川っていう感じになりますね。ああ、なるほど。くわって。今から言ってもいいんじゃないですかいや、もう今から。<laughs> 何年経って、四半世紀経ってるんですよ。そうか。今更。僕が、ね、<laughs> 首根っこ使うんのっしょうがないですよ、小川さんの。<laughs> 首根っこつかまれたからね。僕がつかまれましたけど。はいうん、<laughs> なるほど、こんな感じで,いいですか。はい、ちょっと話長くなってしまいましたが。ちょっと30、え 35分ええ本当ですかちょっと熱い回でしたけど、1話目終わりたいと思います。ありがとうございます。2話目、神のプロ S15 号ですね。タイガーマスク、4代目タイガーマスクのインタビューを、コメントを振り返りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、小川橋本戦の後、はい、大乱闘になって、その乱闘の話です。はい。えー、乱闘の話、はい。はい タイガーさんはこの時完全に覚悟を決めた状態だったんですか、うん、と聞くと、タイガーさんが、だってセコンドがリングに上がってきた時には、小原道義が潰せ潰せ、よーし、行くぞって言ってましたからね。で、聞き手が潰せですかと相手を入れると、うん、タイガーさんが、来るなら来いこの野郎って俺も言い返しちゃったから、まあ始まるなと思ってましたよ。そしたら、ケンスケさんが俺のところに来て、お前はリングから降りろって言うんですよ。えーうん 聞ほーっと帯の手を入れるとタイガーさんがでもそこで1人だけ降りてはい、さよならって言うわけにもいかないですからましてや潰せなんて言われてやらなきゃやられちゃいますよ聞き手が健介選手はタイガーさんだけに行ったんですかと聞くとタイガーさんがうん、俺に同業者として仲間意識があったのかもしれないですねなるほどこれはどう取りますか田村さん。 いや全く分かんないですね、なんで健介さんが、代目タイガーだけにこの当時、このタイガー4代目タイガーマスクは、うんえー、UFO のリングにも参戦して、うん、所属はみちのくプロレスだったんですから、そのみちのくプロレスにいた選手なので、うん、要は完全に UFO サイドだと見てないというか、それで降りろって言ったのかなと思いますけど、この文脈からだけですとね。うん うん。<ー>健介選手はタイガーさんだけに行ったんですかと聞きてが聞くと、うん、タイガーさんが、うん、俺に。同業者として仲間意識があったのかもしれないですね、と言ってるので。どういうことだ、同業者として仲間意識。だ完全な UFO サイドの選手じゃない。意識としてはこの準プロレス側の選手。うんうんうん、そこまで冷静に <laughs> 判断しますかね うんですからケ、憲ケさんはどういうふうに言ったのか。ここはそこまで引っかかりましたいや、そんなに引っかからないです。うんはい、で続きますね、はいえー。聞き手が、でもずばり言って、この乱闘は非常に面白かったです、うん、と、タイガーさんが。 えー、まあでも俺は藤田和幸選手とか剣道加信選手は知ってるし、うん、あの人たちがまあまあって言って止めに入ってきたから一瞬冷静になったんですよ。うん、で聞き手が両軍を分けてたのがその人たちっていうごめんなさい両軍を分けてたのがその人たちっていう印象でした、うん、と聞き手が言うとタイガーさんがそんなところにまた出てくるのが小原の野郎ですよ聞き手が思い切り出てきましたねというと。うん タイガーさんが「あれがしつこく潰せ」とかブーブー文句言ってくるんですよ。だったらお前が小川さんに行けって言うんですよ。で聞き手が「まあ実際に暴れてましたけど」というとタイガーさんが「小川さんには手を出さずに体が小さかったり勝てそうなやつにしか手を出さないわけですよ。ごちゃごちゃしてたから詳しくはわからないけど元純道会館の小幡太郎君はやられてましたよ。 川川ささんんのセコン UFO サイドですね、はい、当時こう写真でこの人誰だ,だってちょっとプチ話題になった人なんですけど、あまりその,その当時はまだそんな知名度がなかったので、聞き手がそういう人たちまで巻き込まれているのを見ると、うん、本当に非常事態だなっていうのがビンビン伝わってきましたようん、うん、というと、タイガーさんがあの乱闘の最後の方をビデオで見たら、まず俺はコーナーにいたんですよ。うん で聞き手がそこで小原選手が先に手を出しましたよね、うん、というとタイガースさんがだから俺は避けたんです、うん、<laughs> あこいつ手出したって <laughs> 俺もやり返しましまたちょっと待って今僕あのインタビューにこう集中してたからあれですけどなぜ急に思い出したんですかなんかピッとこう押したかな押してなかったかな <laughs> <laughs> と思って瞬間的に見たらまるっきり押してなかったので。 何分ぐらい経ってました、今。まあ、5分ぐらい経ってますか。えー、4あ4分ぐらいです、ね、なるほど。はい、大変失礼いたしました、えー。聞き手が、そこで小原選手が先に手を出しましたよねと言うと、うん、タイガーさんが、だから俺は避けたんです。うん、あこいつ手を出したって、俺もやり返しました。うん、そこから乱闘がスタートしたみたいで、俺のところには5、6人来ましたよね。うんうん 聞き手が、誰だか覚えてますかと聞くとタイガーさんがみんな覚えてますよ。言っちゃっていいんですか言っちゃっていいんですか聞き手がどうぞ乱闘の写真もあちこちの媒体に載ってますからね。というとタイガーさんが山崎和夫、飯塚隆安田忠夫、後藤達俊、小原道義、高岩隆一もいたんです。そう、俺は高岩だけは許さないですよ。今言った名前を出した方が手を出したと。 タイガーさんのところに来た人たちでし実際手を出したということではないとすコーナーにいたタイガーさんのもとに来た、うん、ということでしょうね聞き手がそういえば乱闘の時の高岩選手は椅子持ってましたよね、うん、でタイガーさんがアホだと思いましたね、うん、もし対抗戦があったら覚えとけって。 聞き手が何があったんですかと聞くとタイガーさんがもみくしゃにされたときに俺の後頭部をえらく殴ってるんですよこれは書いてもいいですそして殴り合ってるうちに俺はマスクを剥ぎ取られちゃってそれは汚いんじゃないかなと思うんですよだってこっちはマスク剥がれたら手を出せるわけないですよ顔を隠さなきゃいけないんだからそしたら T シャツはボロボロにされるし左目は腫れちゃって見えなくなっちゃったんですよ。 で聞き手が、え、そうなんですかと相方を入れるとタイガーさんが指を突っ込まれて真っ赤に充血しちゃってぼやけてしか見えないんですよ。うん、ゴルドーも心配してくれましたよね。聞き手がああ、目を狙うのはゴルドーの得意技ですからね。うん、というとよなこと、うん、タイガーさんが、うん、嫌な話ですね、これ。その時は先生がうまいこと破れた T シャツを頭にかぶせて通路に逃がしてくれたんです。うん、で顔を隠してパッと振り返ったら村上さんが倒れてるんですよ。 うんこのえー、その時は先生がうまいこと破れた T シャツを頭にかぶせて通路を逃がしてくれたんですってこの先生は佐山さんのことですね。次のページにこのマスクを剥がされかかっている写真があります。で,こ,です、ね、このキャプションがこれが証拠写真、うん、タイガーのマスクにはしっかり手がかけられているこのあと T シャツが破られマスクも剥ぎ取られる。 マスクを剥がれてからは乱闘にも参加できなかったという、ここでも暴れているのは小原だ、ぜひ、うん、対 UFO では最前線に立ってほしい男だというキャプションがついています。 ね、で聞き手がその頃、うん、村上さんは顔面を踏みつけられて大変なことになってたわけですよね。うん、でタイガーさんがそうさすがに佐山先生も殺す気かって切れてましたよ、うん、そこで先生はお前は帰れ戻れ戻れって言ってくれたんですけど、うん、そういうことはできなかったですね、うん、俺もやららなきゃって思いましたかごめんなさ、はいワードを「殺」「好きか」に書いていただけると。 申し訳ありませんまあでもあの集中しているとね、すみません、はいうんまあ、タイマーも忘れるぐらいですから。あタイマーとコーマルスを <laughs> あまあいいや <laughs>、えー、そして、佐、えー、山さんがいなかったら大変なことになってましたねというと、うん、タイガーさんが村上さんも怒ってたけど、1>, うん、1対1でやったときにどうなるんだってことですよ。うん、村上さんを足で踏んづけたやつ、うん、最終的に大きなダメージを負わせたやつは、村上さんと1対1でやったらどうなんだろう。 1>, うん、1対1でやればいいんですよ、うん、怖いからあれだけの大人数で来るんでしょ、うん、あれじゃ暴走族と一緒だもん、うん、聞き手が暴走族ですか、うん、との手を入れて、でもあの乱闘に関して、元暴走族の長野正弘選手が、うん、村上さんに謝罪の気持ちがあるという発言を週刊プロレスでしてるんですよね。うんまあ、長野さんがねこの乱闘の事態に対して、うんうん えー、新日本として謝罪をする気持ちがあるというコメントをしたということですね。でタイガーさんが蝶、うん、野さんこそ本当のプロですよ。うん、全然キャリアのない俺が言うのも失礼だとは思うけど尊敬できますよ。うんうん、ちょっとこの辺までにしましょうか。うんうん、まあ、とにもかくにも大乱闘ということですね。佐山さん曰く新日本サイドはもう30人、ウェブサイドはまあ4、5人。うんうん まあ、セコンド人はね、やっぱセコンド人陣,陣営で、まあ、どうなんだろうな。もうちょっと、喧嘩両成敗ですかね。<laughs> <laughs> いや、お互いの言ってることもね、こううん、ポイントをずらせば理解できるんで、一対一、えー、っと、誰だあのー、 村上選手のことを踏みつけて、うん、ちょっと、まあ、病院送りまでの状況までやったっていうのは、いや、それはないだろうっていう気持ちはあります。うん、で、4ダメタイガーの、それは1対1でやれよっていう、そういう気持ちも全然わかりますし、うん、はい。これも、その、 地球側につくか月側につくかでやっぱり見方が全然違ってきますねおっしゃってる意味がわかりません地球人から地球から見ると月じゃないですかはいで月側から見ると宇宙人側から見ると <laughs> 宇宙人側から見ると <laughs> 地球じゃないかとはいだからそのでどっちが地球人でどっちが宇宙人いやそういう話をしていい,ていやそういう話じゃないんですねお互いがう 宇宙人だろってこう。うんうんうん。まあ要するにも違う人種っていうことです。そうですそうです。だから小川サイドにつくか橋本サイドにつくかで、僕もやっぱ気持ちが変わってきます。ああははは。うんうんうん。でも今のところ小川さんインタビュー、佐山さんインタビュー、そしてこの四代目タイガーマスクインタビュー途中ですけれども、今のところ橋本さん派なわけですよね。 個人戦で言うと橋本派ですね。あの、うん、乱,乱闘になるとまた違ってきますか乱闘はもうでも三0対4とかでしょうまあ現場のあの、あの試合が試合だけに、うん、やっぱまあ新日本プロ、新日陣営のセコンドは。これ乱闘の映像ってご覧になったことはあるんですよねあ、ご覧になり、はい、見ました、見ました。 はい。まあ試合そのものの展開よりもこの大乱闘の方が印象に残ってる人も多いんじゃないですかね。うん、うんなるほど。その中でも一番印象に残ったのは長州さんがカメラマンを蹴飛ばしたところだと思うんですけど。本当いろんな局面ありますよね。ありましたね。張収 <coughs> さんが蹴飛ばす。はい、え三十対四村上選手が病院を送り。体がます四段体がマスク剥がす。マスク剥がされる。 もういろんな局面で話はできると思うんですけど、画はい、はそれがお前のやりたいことか、的なことを長州さんが言ったりとか、うん、その長州さんを破壊王が、党の破壊王が褒めたりとか、佐 <laughs>、はいね、山さんが睨みをきかす、うん、ゴールドが仁を立ちしている、うんうん、<laughs> また関係のないゴールドが。すごい絵ですよね。僕はね、どうしてもね、山崎さんに目がいっちゃいましたね。うん、ああ、なるほど。先輩ですよね大。大先輩なんで。うん と、佐山さん、対する佐山さんは小川サイド、うん、山崎さんは橋本サイドで、うんうん、山崎さんのこう怒った顔が、あこう山崎さん、怒ってる顔してる、の普段温厚なんで、はい、怒る姿を見たのは、僕、2回か3回ぐらいなんですけど、そこまで怒る方じゃないんです。うん、UWF 時代、あるいは U インター時代にも見せたことのないような顔でしたよね。 そうですね。あでも見せたかは。リング上、リング場ではですけど。ああ、そうですね。僕は、切れた山崎さんも見てるので、裏の方ですよね。裏、裏っていう表現はよくないですね山崎さんは悪くないんですけど、怒った山崎さん。それプライベートの話ですかじゃなくて、控え室、リング上。前、話しませんでしたっけ話しましたよね。 なんか忘れちゃってます。怒った症状,症状の山崎さん、うん、と佐山さんが、はい、こう対峙しうするあ。どんなあれなんだ。あ<ー>まあ二人師弟師弟関係なんで、田村さんとしてはドキドキする。ドキドキとどんな会話をされたのか、付、うんうん、き合い方ですよね。この佐山さんと山崎さんの。うん、はい。ああ、これ佐山さ,さんはまあまあ山ちゃん山ちゃんなのか。うん 山崎さんは、いや、佐山さんみたいな感じどういうことなんですかそこがすごく気になります。詰め寄ったっていう話ですよね。佐山さんが、そうだな、そうだなと答えたとか、いろいろこう言われてますけれども、山崎さんも自身の YouTube で、このことに何を言ったかっていうのは言ってるっていうような話もありますけど。そうなんですかはい。へえ。で、これ23ページの写真ですね。この乱闘の写真がありますけど。はい。 血、えー、気盛んな村上、戦況を見守,るよ見守る4代目、長州を必死に止める佐山、うん、冷静すぎてとにかくおっかないゴルドウ、うん、UFO 側は個性が見事に出た乱闘で、うん、これだけの大人数を相手に戦った。新日内でも黒猫、平田、家臣、藤田、昭敏らはどちらかといえば乱闘を引き離していく作業をしていたという。ああ、なるほど その中で、小原選手は決起盛んだったという、うんで、高岩選手が4代目タイガーの後頭部を殴っていたというふうに、うん、タイガーさん本人はおっしゃってますけれども。うんうん、ねえ、これは本当に。でも、病院、村上選手をこう踏,み踏みつけて病院送りっていうのは、そこはあんまり。 よくないだなと思いますね。それはよくないですよ。うん、もう、本当に,多に無勢ですからね。うん、やっぱり佐山さんが言うように、大人数だから来るんだっていうね。1>, うんうん、1対1、2対2、3対3では来ないだろう。っていうのが逆に証明されちゃったようなシーンでもありますよ、うんうんうん。難しい。うん、まあ僕、まあ、清少年の気持ちだったら、 <laughs> もしかしたら踏んづけたかもしれませんけど <laughs>。<laughs> <laughs> 橋本反応のセコンドについてあ。もしこの当時新日本にいたらっていうことですよね。まあでも、そうなっちゃうのかな。まあ、高田さん、前田さんのセコンドについてて、あの、これが、橋本さんが高田さん、前田さんだったとしたら、はい、いや、いきますね。うん、確実に100%いきますけど、うん、まあ、やっぱり、 その当事者になると冷静になれないところはあるんでしょうかね、うん、かまあ群衆心理的なものもあるでしょうし。いずれにしろでもこれは本当に99年の1.4というのは、うん、さっきものすごい絵ですねってポッと言っちゃいましたけど、本当にとんでもない絵が描 <laughs> かれたわけですよね。ははい、はい いや、まあ、面白いっていう表現が適切か分かりませんけど、試合もそうですし、はい、セコンド陣営もそうですし。ですから、田村さんが何かをお客さんに持って帰ってほしいと。うんうん、これ、試合の攻防の中で見せるのが、やはりプロでしょうし、うんうん、そこに異論は全くないんですけれども、うん、この大乱闘のシーンは、やっぱ忘れられないですよ。なるほどね。うんうん、あと、その1.4の、 小川橋本戦も試合としてはブサイクですけれどもその攻防っていうのはなかなか忘れないですよね橋本選手が結構あのタックルいってたじゃないですか、まあ、同タックルですけど試合、ね、内容ちょっと、うん、あそうですか佐、うん、山さんも言ってましたけど王、うん、ちゃんもあんだけタックル仕掛けられちゃったらダメだよねみたいな。 と言ってましたけど橋本さんもやっぱ必死にこうタックルいってるんですよ。片足タックルとかレスリング流のタックルじゃないですけど、うん、いわゆる諸突猛進のタックルにいってるんですね。小川さんもあれを何度も受けちゃダメだっていうよう<ー>なことを佐山さんが言ってたりとかははははそういう視点で見てみてもなんかいまだに面白かったりしますね。うんうん、試合自体は攻防としては不イ工なんですけど。 うん、えっと最後に見た試合を見たのはいつ頃ですかいつでしょう25年ぐらい前じゃないですかねあじゃあもうほぼこの時期ですかねっていうのは冗談ですけど <laughs> いやそれからもう何度も何度も繰り返し見てますよまあ,いいあ見てます、はい、乱闘も含めて一番見たのはこの時期でしょうけどでもここ10年ぐらい見てないかな そうですよね。うん、もう試合映像、残ってないですね。その当時は本当に大げさじゃなく、うん、テープが擦り切れるぐらい見ましたね。あテープでええー、まだテープでしたね。あ<ー>だと思いますけどね。はい,はいはいはい。DVD っていつ頃ですか、出たの。90年代の終わりって出てました ?2000 年ぐらいじゃないですかね。うん、僕が買ったのが2000。 2002年ぐらい。あ、DVD レコーダーを。はいはいあ。じゃあ2000年ぐらい,、ね、ぐらいだと。この当時出てるか出てないかぐらいですかね。うんうん、まあその DVD D と <laughs> テープの話はいいんですけれども。うん、はい。わかりました。なんかこう、後半ちょっとどんよりしましたね、今。やっぱこう乱闘で、こう、けが人とかが出、うん、たから、もろ手を挙げて、うん、うん、面白がれないっていう部分もあるんですかね。 これ、この後、うんはい、結局どう、どうなったんですかその、例えば、えー、小原、四、はいはい、代目タイガー、はい、高岩か、高岩四代目タイガーの試合があって面白いと思うんですけど、うん、どうだったんです、ね、やっぱちょっと危険な香りがあったのと、うん、新日本プロレスも U、まあ、UFO とか。 わりたくなないいいっっててううそきまで佐山さんは佐山さんでやはり新日本と関わることは仕事としては話題になるしいいことなんだけども UFO は UFO で足場を固めなきゃいけない固めていかなきゃならないということは代表らしい意見もおっしゃってたわけですよ。新日本とは当然対抗戦も含めてこのイデオロギー闘争も含めて話題にはなるし。 ファンも喜んでいくんでしょうけれども、佐、うん、山さんは佐山さんで UFO の進むべき道というのは考えてたんだと思いま、ね、うんですね。なるほどね。うん、まあその志、えー、半ばで猪木さんと田本を分かってしまうことになるんですけれども、ねうんうんうん。はい。分かりました。じゃあ2話目終わります。ありがとうございます。3話目。上野プロタ、えー、タイガーマスク4代目タイガガーーママススクク代目選手の インタビュー、コメントを振り返りたいと思います。ラジオ感覚でお聞きください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。若干巻き戻していきます。はい、ええー、聞き手が、でも、あの乱闘に関して、元暴走族の。長野選手が村上さんに謝罪の気持ちがあるという発言を週刊プロレスしてるんですよね。というと、ええー、タイガーさんが、長野さんこそ、本当のプロですよ。全然キャ,キャリアのない俺が言うのも失礼だとは思うけど、尊敬できますよ。 で聞き手が、この状況でで怪我させただタイガーさん自身はあの乱闘は決して本意ではなかったと思うんですよタイガーさん自身は別に新日本に対して何か恨みがあったとかいうわけではないでしょうしほとんどヤクザの鉄砲玉みたいですよねというとタイガーさんがヤクザというか戦争と一緒ですよ仲間がやられるんだったら俺も一緒にっていう気持ちですよ さ先生にもそういうメンタル部分はシューティング時代から鍛えられてましたからだからこれは本意とか本意じゃないっていう問題じゃないんです、うん、俺は行けと言われれば行くしやれと言われればやるんですよ、うん、それが自分の使命でしょ、うん、だから自分の本意なんて考えはないんですよ、うん、で聞き手がところで UFO 対新日本は第2ラウンドがあるとかないとか噂はいろいろありますけどもしあったとしたら誰か対戦したいという選手はいますか、うん、とという タイガーさんが剣道家臣選手とは何の遺向もなくいい試合をしたいと思います<ー>で、聞き手が家臣選手とは UFO で一緒に練習したこともあるんですかと聞くと、うん タイガーさんが UFO ではないけど俺がシューティングにいた頃一緒に練習したこともありますよ、うん、あの人はシューティングのあごめんなさいシューティングの大宮ジムに出稽古に来てたんです、うん、マスクをかぶるずっと前の話ですけどで聞き手がえそうなんですかスパーリングとかもやったんですか、うん、というと、えー、タイガーさんがえー、強かったですよ、うんうん、レスリングをやってた人だからグラウンドのコントロールはすごかったです、うん、で聞き手が時が経ってどうなってるか見たいですよね 今回、遺婚が生まれた小原選手とか高岩選手はどうですか、うん、と聞くと、タイガーさんが、1対1でバーリトゥールでやりましょうって。うん、ちゃんとグローブをつけて喧嘩をやりましょうよ。うん、で聞き手が多勢に無勢じゃ無理があると、愛、えー、の手を入れると、うんえー、タイガーさんが、ましてやマスク脱がされて、同じ仕事してりゃ分かるでしょ。本当に高岩だけは許せない。うん、で聞き手が分かりましたというと、うん、タイガーマスクさんが、あと、オタクの山口登も。 ちょっと待って、謎しい。米印、本誌前後三章となってますけど、うんで、聞き手が伝えておきますと、うん、いうことで、えー、このインタビュー、1.4、うん、の大乱闘に関するインタビューが終わってます、ね。<笑><笑>何笑ってるんですか <laughs>、はい、高岩とお宅の山口登るもっていうん、これは何があったんでしょうね。お宅の山口登るも。本誌前後参章ってどういうことですか、うん、だから、これナンバー15ですから、ナンバー14に、うん、 その4代目タイガー・マスクさんのインタビューが載っていて、うん、山口昇は許せないというふうに言ってるんだと思うんですけどこの文脈からするとですねこうこう覚えてるんですかね編集長は覚えてないと思いますけど <laughs> 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 まあまあこれは何か面白くするためにあえて入れたっていう側面もあるんじゃないかなと思います、うん、確かねこの当時、うん あのプロ編集長とこの4代目タイガーさんは、うん、取材という形ではお会いしたことはないんですよ。うんうん、だから深くそのプロレス論を戦わせたということもないと思うんですけど、うん、なんかねとにかく「紙プロは許せない」みたいなことをタイガーさんが言っていて、うんうん、でそれが4代目っていうものをつけたとかつけないとかタイガーマスクなんだけどもわざわざ4代目というのを 入れたたのが許せなないいみたいなちょっとね、えっと、ごめんなさいうろ,覚えうろ覚えで申し訳ないんですけど、うん、何を怒られてるのかがよく分からなかった時期があるんです <laughs> 何を怒ってるのかそのポイントがよく分からなかった時期があったんだと思うんですねまあわかりましたそのことを多分前後でタイガーさんが言ってるんじゃないかなと思いますけどまあそんな大したことではないと思いますので。うん したことがないがさんにとっては大したことかもしれませんけど今このなんて言うんでしょう1.4次編に関することではないのではい、はい、今まあかりましたかりましたでこの下にね、うん、もう一歩あるんですよ今押しますタイマーはい後日、うん、ここまでは99年1月15日東京後楽園ホールにて収録になってるんですが、はい、その後にちょっとした文章が加わっていて えー、後日、これだけは言っておきたいということがあるとのことで梶原一樹先生の13回記,記念パーティーに参加する直前の4代目をキャッチして話を聞いた、うんうん、でタイガーさんがゴングに、うん、向こうの若いので人を通して謝ってきたやつもいるんだという橋本選手の発言が載ってましたけど向こうごめんなさい、向こうの若いのでそれがこの後わ分かります。 ゴングに向こうの若いので人を通して謝ってきたやつもいるんだ。まあ、UFO サイドですよね。うん、という橋本選手の発言が載ってましたけど、俺ですよ。うん、だから人を通して謝ったのはタイガーさんだ。あ,あ、タイガーさんが橋本選手に。はい。で、はい、正直言ってライガーさんに謝りましたよ。あ、ライガーさん。ただ、それは新日と道のクプロレスの関係が、今回のことが原因で崩れちゃったら申し訳ないなということで謝りました。うん 今回の俺は UFO という立場で行きましたから分かってくださいということは言いました。うん、橋本さんに対してではないです。うん、それは小川さんと橋本さんの間の問題ですから。うん、俺は向こうの新日の選手が手を出してきたから出しただけのことであってね、うん、個人的にはやられてるのになんで謝らなきゃいけないのって感じですね。うんうん、ですから、まあ、新日と道の区の関係がこの乱闘。 で、しかも乱闘で UFO サイドにタイガーマスクが立っていたので、それで新西と道の区の関係がまずくなったらいかんなということで、ライガーさんに謝ったということが追記されてますね。はい、ということで、4代目タイガーマスクさん。はい。終了ですが、はいまあ、乱闘に絞ったインタビューだったんですけど、うん、どんな感想をお持ちですか でしゅかねって。<laughs> どんなんかそう、お持ちでしゅかになっちゃう。<laughs> うん、まあ、こんな感じですかね。こんな感じですか。うん、あんまり気乗りしないですか。乱闘の話は。いや、あんまりそうですね。うん、まあ、その後、高い、えタイガーマスクス、 タイガーが、四段目タイガーが、はい、高岩選手は絶対許さない、うん。まあこれでも25年前の話ですからね。うん、今、2024年の現在は全然違うと思いますけれども。そうそうですね。うん、その、この当時の流れで、タイガー、高岩戦があっても、はい。面白かったかなっていうふうに思います。はい、うん、ああ、なるほどね。うん。だから、うん、難しいとこですよね。<laughs> その陸プロレス所属として、うん、新日本プロレスの高岩選手の試合と、うんえー、UFO の所属として、はい、タイガー・マスクが高岩選手とやるのと、2つ見方があると思うので、はいはい、両方なんか見たかったかなといます UFO の試合ってご覧になられたことあるんですかないです。ないいですかはい これまた本当にね理念というかどっちがプロレスのことを考えてるんだっていうことですよっていう佐山さ,さんの意識というのは非常に伝わってくるんですけれども実際、じゃ UFO で行われている試合というのが名だたる格闘家が上がってプロレスをやるんですけれどもやはりこのプロレスのレベルという点ではやっぱり食いいきが悪いわけですよそういう意味では本当にプロレスって難しいなっていうのは。 ありますよね <coughs> 難しい、ね、格闘家同士がやったとしても、はいうん、その殺伐さをプロレスの中で表現していくっていうことも難しいですしだからほんとこのタイガーマスクさんのインタビューでは、うん、僕はあ本当にそうだなと思うんですけども、うん、レスラーだったら強くなきゃいけない、うん、いざとなったらナイフを出さなきゃいけない、うん、そういう戦いができてこそ そしてプロレスができてこそってていいうのががズムじゃないんでですかってプロレスができてというところも非常に大事ですよね。あプロレス以前の収録でも同じことを言いましたけれどもうん、うん、こう喧嘩を仕掛ける仕掛けられる何か仕掛けられたら対応するこういうのは格闘家であればできると思うんですけど、うん、実際にそのプロレスでファンを満足させる、うん、何かを持って帰る。 うん、でもらう、また、村三流の言い方をすると、何かを与える、何かを持って帰ってもらうっていうことを、うんえー、できるプロレスの試合というのも、うん、結構、な部分だと思うんですよね単純に面白いっていうのは、たくさんあると思うんですけど。うん、でも、これは、まあ、新日本プロレスのリングで行われたので、 ちょっとこんなのわちゃわちゃしてますけど、はい、なんか今、今ふと思いますけど、うん、そういう意味ではまあリングスは面白かったのかなっていうふうに思いますね。いやー、UFO 対リングスがあったらもう抜群に面白いですね。あ、そっち、対抗戦で、ね。はい。あ、なるほど。まあ,ありえない話ですけども、うんうん、それこそ本当にね。 田村さん、どうします入場曲らられたらそういう不穏試合を先に言っといてくれたら <laughs> <laughs> もうそっちでアクセル踏みますけどじゃんじゃんじゃじゃじゃんじゃんじゃんゃゃんゃゃんとこうなってあ小川さんと、はい、<ー>小川田村さんがあったとしてですよ。<laughs> てん、デれれん、ってってっていうのがなる前に、<ー>田村 <laughs> 死ぬ気が,あるのが上がってこいって言われたら、どうしますかああ、面白いです、ねね。これちょっと今改めて考えると、うん、UFO とイングスの対抗戦があったら、抜群に面白いですね、うん。面白い。まあ見てる方は面白いでしょうけどね。はい。あ 見てる側として考えるとワクワクしますよ、ねはい。ワクワクしますよね。うんうん、まあ、あの、対抗戦の第一弾は、大川対山吉とかになるかもしれませんけど。で、猪木狭山が向こう側にいて、こっちに前田明がいるという。なるほど、まあ。ちょっとドキドキしますね。そうですね。で、ドキドキ当時の99年、うん、あるいは98年頃のリングスで、大乱闘っていうのはあ、あんまり考えられないじゃないですか。 実際なかった,かったですよね90年代で言うと前田さんが10年分切れたって言ったそのディック・フライの背中を踏みつけて、うんうん、ちょっと乱闘みたいな形にはなりましたけど、はい、そ,その後のリングスってそんなに乱闘騒ぎってはないと思うんですけど、うんうん、田村さんリングス入りしてから乱闘ってありましたああそうかはい。はあ 大乱闘っていう形じゃないですね。こんな大人数で、わーっと来るような。ななね、あまあ、このレベルじゃ、うん、その1.4次編のレベルじゃないですけど。本当、うん、この UFO 対新日本の関係性だからこそ、起こり得た大乱闘だと思うんですけど、リングスで大乱闘が起こったら、それ自体が事件ですよね。なんか、乱闘の <laughs>。 枠を超えるような乱闘になるような気がしますね。あ、大乱闘。ちょっと考えると怖いな。うん当時のリングスでもし乱闘があったとしたらですようん。でも乱闘があったら乱闘があったで、なんかもうそれが普通っていう感じですけどね。普通ですかうん普通というのは うう乱闘慣れしてるっていう意味で。はははは。まあ、1.4は大乱闘ですけど、うんうん、乱闘慣れしてないじゃないですか、皆さん。うん、なるほど。だから大乱闘になったのかもしれませんし。はいはいはい、大人数になったっていうことですね。はい。うん、でリングスではもう小さい乱闘はあるので <laughs>、まあ、乱闘の積み重ねみたいなところはあるうね。上塗り上塗りでありますけど。うん <laughs> つばぜり合いの歴史ですからね、はい、<laughs> なるほどだからこの大乱闘っていうのもやはりある意味 UFO と新日本のこう微妙な駆け引きというか、うんうん、そのイデオロギー闘争的なものが水面下にあって <laughs> 微妙な両団体の関係性だからこそこういう大乱闘になっちゃったっていう部分はあったかもしれないいやあの、うん、だから要はその小川さんが その、サイマさんの KFA、うん、橋本さんに対してその部分で破っちゃったから、やっぱりみんな、そこをし白を黒ってこうオセロのようにひっくり返したから、うん、やっぱりそれはもう瞬間弱化式になっちゃうんじゃないですかね、セコンド人、新日本側のセコンド人でも。だからそこが、その、リングスでは乱闘慣れしてるので、うん 白から黒にひっくり返す選手がいっぱいいるからっていう意味で乱闘慣れしてるっていう感じですかねだからまあ本当その小川さんがもうやっ,やっちゃったからそうなっちゃったんだと思いますうんはい UFO 対イングスはこれちょっとドキドキしますはいもうもう切りましょうかき切りますか うん、まあ、そんな無理に引っ張ろうとしなくていいですよ。いやいや、無理には引っ張ってないんですけど。はい、大丈夫ですかあのね、そうそう、そうなんです。だから、次、前田さんのもあるんですよ。あ、そっちに行くということ、ね、うん、だからそっちでもいろいろと話せるうかなっていうわ、はい、かりました。思いました。了解でございます。はい、前田沿線。次どうしますあ、三沢さんもあるんだ。前田沿線、三沢。あ、これは説明しましたね、一回ね。安城長井。 アポロ菅原・スロ菅原さんも面白そうですね元「週刊ファイト」編集長の、うんまあ、通称「愛編集長」って言うんですけど井上編集長が「はい、僕は小川にはイノキリズムが感じられないね」って言ってるんですね面白いなこれはあ、うん、ちゃんちゃらおかしいよ、うん、あここもここ面白いですよねねえ、うんはい、じゃあ一回はい 四代目タイガーマスクはこれで終わりす。ありがとうございます。ありがとうございま,ざいます。